皆さんおはようございます。連休もね、今日で最終日ですか。雨降るって言ってたんですけど、なんとか天気持ちましたね。でも朝はね、朝行ったんですよ。そしたら雲がもう結構いっぱいあって、風も強かったんでちょっと動画は撮らなかったです。今ね、雲の上から太陽が出てきて、ちょっと朝焼けっぽく明るくなってきましたけどね。もう7時まだ7時じゃないのか、今6時45分ですかね。お彼岸なんでね、まだお墓参りね、今日行かれるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私もね、もう両親とあと兄弟が入ってますんでね、私が最後で、今はね、お墓は兄貴の嫁さんとね、その兄貴の子供があれしてますけど、墓参りくらい行きたいんですけどね、でもちょっと四国なんでね、店も休めないんで行けないんですけどね、ちょっと。関東からね、こう四国の方向に向かってね、手を合わせるしかできないんですけど、今日こうやって私があるのもね、私を育ててくれた両親とあと兄弟のね、おかげですからね。私の場合はもう嫁さんもいないしね、子供もいないんで、猫が6匹いますけどね。皆さんもね、まだお墓参り行かれてない方、もしお時間があればね、たまにはお墓行ってね、墓掃除とか、あと草むしりとかね、墓参りしてあげていただければと思います。自分がそういうことしてないのに偉そうなこと言えないですけどね。いや、もちろん私も近くにね、そんな車で行けるくらいの距離だったら間違いなく行くんですけどね、早起きしてね。いやー、でもね、私はね、こんな親不孝とかね、身内不孝してますから、私は多分墓に入れないでしょうね。どっかで解剖されてね、粉にして海に撒いてもらえばね、またそのうち何かの形でよみがえると思います。そんなわけでね、連休最後の一日ですか。なんとか天気持ってますんでね、夏もね、もう夏っぽい海もね、もうこれで最後かもしれませんね。最後の一日はね、休日を、お楽しみください皆さん。それでは皆さん、チャオ。